さあ戦いは3分3ラウンド、延長が1ラウンド用意されています。1回戦と準決勝までは2度ダウンするとその瞬間に KO 負けとなります。決勝に関しては3ノックダウン制です。さあ身長差がこれ今170センチと165センチとデータ上あります。上回っているのが久村修平です。さあ土田さん、一人楽しみな選手ですね、久村選手。そうですね、もうずっとなんかね、もう前からこう上もっと上いけるんじゃないかって言われながらね、はい、やっぱ大事なところで負けてるのもありましたけど、 でも今日の相手も強いですからね。そうなんですよ。じゃあ抑えもなんか久々に見たらやっぱ大人になってる感じですね。そうですね、はい。まあ、前回18歳で決勝まで行って笑顔とやり合ったわけですから ね、 あの時もね、やっぱ準決勝でね、結構ハードな試合でしたからね。そうでした。結構決勝でダメージありましたもんね、うん、浦部博隆と延長の末決勝に行って笑顔に敗れている、あの悔しさ、うん、そのまま忘れていません。松田さん、そういう意味では極上の1回戦かもしれません。そうですね、楽しみですね。さあこれロープポップロープに肘を置いて上から見下ろすようにしています久村修平です。ラウンド1、はい。さあ拳を合わせました。先に中央ゆっくり取りました赤いグローブの久村修平です。青いグローブがジャオスアヤイソーデジャパン、まだ20歳です。あ、前の手当ててきます。ナイスジャブですね、スピードありますね、うん、こう中央取ってますね、プレッシャーかけようとしてます久村。もうあのローキックいいですね。あ、今度はミドルに変えた。松田さん、圧力すごくないですか。いいパンチですよ、はい、ワンツー、前蹴り。ジャオスも本当に好戦的な選手ですからね。そうですね。右のミドルキック、足抱えながら、ジャオスも右目もう腫れてますよ、はい。そうですね、じゃあのジャブで、2段の膝、これです。久村拳硬いですね。うん、お、いや辻さん、あのベルトを取ってこうなんか意識も変わったかもしれませんよね。いや、そうですよね、やっぱベルトってそういう力ありますもんね。確かに。おー、ナイスロー。いや、いいな。ただジャオスもね、あの得意の左フック返しましたよ。はい。あとこう上への蹴りもお互いですが出してきます。ローキック、これは右ロー返してきた。ちょっと合わせ鏡のような攻撃もあります。ちょっと辻さん、これトーナメントっていうのを忘れちゃいそうなぐらいの立ち上がりですね。いや、そうですね、また今ジャオスうまい左返しましたね。ちょっとカーフ効いたかな、ジャオスは。クムラのクムラの、そうですね、はい、膝だ。今度は2段の膝、これも擦り込み済みです。ハイキックとか2段の蹴りとか左フック強いですからね、ジャオス。かなりジャオスアイの本当に右目のあたりがかなり赤く垂れてきています。左ミドルキック返しましたが全く下がらないのが久村修平。コンビネーション出してきます。左フックは空を切った。ミドル、まあ、ムエタイとエムのミドルキックストレートにつなげる。いい膝のカウンターでしたよ久村。非常に落ち着いて見えます久村修平です。お、前の手、あのクングラの左がいいですよ。あれ、そうでしたね、あれどんどん出していった方がいいですね。それまでポジションもこう中央を取って圧力かけています。右のローキックも相当効いている。膝の外のあたりが赤くなっています。今度は内股インロー、うん、あの左に対して蹴り返してもいいですね、うん、2段の膝逆に飛び込んで右のフックでした。ボディワンツー左、うわ、しかしジャオサイも来る。気持ち強いですからね、このジャオスは。うわ、左だ、額で受けました、ワンツー。いや、辻さん、打ち合いになると分からないですもんね。そうですね、うわ、これもそう、めちゃくちゃいい試合ですね。うわ、ストレート入れたジャオスアイバー、しかし手数が多いのが久村修平。効いてない、ちょっとアピールしました。これ果たしてどうなるか、ストレート、左フック、鼻先、ストレート、ハイキック、ハイキック、ハイキック1ラウンドで取ってきました。まさか、キリですか、ハイキックです、